はい、どうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思います。ですね、今クラン対戦リーグちょっとね、もう結構前に終わってるのに今更かよっていう話で、旅行があったんでね、少しこうアップが遅くなっちゃったんですけども、進捗こんな感じです。今ね、クラン対戦リーグへチャンピオン2にいるんですけども、今のところ全勝ですね。圧倒的に今回勝ってますもうね、全く負けてないんですね。危なげなく勝ってるんですけども、結構相手もね、なんかそんなに調子が良くなさそうな相手だったっていうのもあるのですが、まあでもこちらもね、そこそこの数の星をこう重ねてきているっていう意味では、まあ別に調子が決してね悪い中で来てるってわけでもなくて、まあいい感じに危なげなく勝ててるのかなという、そんな感じのところなんですけども、なんでこれね、ここまで勝ててるのかっていうと、もうほとんどですね、我々ある1個の戦術で勝ってきてるんですね。それがですね、いわゆる突撃艦にスーパーガーゴイル入れて、でクローンする花火ってやつですね。あれでがね、もううちのクラメンほぼ全員使えるんじゃないかレベルに、めちゃくちゃやっていて、これがもうバカ刺さりしてます。はい。で、今日はね、そこら辺の話をちょっとしていこうと思うんですけども、まあ、まずは1本ですね。この突撃艦、スパガゴ、クローンってどんな戦術ってもう分かってると思いますけども、まあ、ちょっと見ていきたいと思います。こんな感じですね。ドラゴンライダーとドラゴンを今回6対5にしてますが、この辺って結構個人差があって、僕はね、9対3とかにすることもありますね。相手のヒーロー、ロイちゃんとアチャクイをドラゴンライダー処理できないんで、まあ、それを嫌って、結構ね、ドラゴンライダーの数を減らしてるんですが、増やせるならライダー増やした方が強いですね。多分っていう風に僕は個人的には思います。で、この攻めどんな感じでいくのかっていうと、まずは、ドラゴンライダーとドラゴン面でこう出していって、で、片側をキングクイーンでカットしていくという感じですね。こんな風な感じ。で、突撃艦に頭門を当てて、タウンホールの手前まで届けていきます。ここですね。ここで、手前で落としていって、そこに、インビジ、クローン、レイジを打っていき、スパガゴを増やしながらレイジで攻撃力を上げて、インビジで隠してタウンホールを壊すと。まあ、優先術ですね。で、これのいいところっていうのは、タウンホール手前まで突撃艦が届けば、もうほぼ、確実にタウンホールが落ちるということと、タウンホール周りをこうね、ごそっと根こそぎ持っていけちゃうので、そこにね、ドラゴンたちが足を踏み入れないわけですね。なので、今これ消えましたが、これポイズン効果、ここにこう出てましたけども、このポイズンの効果って、まあ、タウンホールのダメージが、2回、タウンホール2機分そこにあるんじゃないかぐらいのダメージを与えてきちゃうんですけども、の通常のタウンホールの攻撃と、後から出てくるポイズンで。だけど、ポイズンを全く踏まずに済むっていう点において、この攻め方ってすごく、後ろから来るドラゴンたちの延命に役立つ攻め方ですね。まあ、スパカゴは結構ね、このタウンホールのポイズンに、足を踏み入れてしまって、全部落っこっちゃうケースはよくあるんですが、まあ、落ちる前に、一気に周辺を壊してくれるんで、後ろから来るユニットが、まあ、生き生きするというところですね。はい。で、これをね、めちゃくちゃ使いまくっているんですけども、なんでこんなに刺さるかっていうと、おそらく、海外のクランってですね、あんまりこの攻め方やってないんですね。みんなメジャーじゃないっていうのが一個あるのと、何がメジャーなのかっていうと、結構中華勢がですね、いわゆる中華式っていうペッカスパリズを、ね、使った攻め方をされてることが多いんですね。ちょっと気になる方はグローバルランキングのね、トロフィーのランキングの上のプレイヤー、どんどんこうね、検索して、遊びに行くかな、やりながら村を見てみると、大体そこにいるユニットってペッカとスパビズなんですよね。なんで、陸をね、割かし警戒して、スケルトントラップなんかも陸になってるケースが結構あると思うんですが、そこに対してこのね、空の攻め方っていうのがめちゃ刺さるし、なんなら僕らのクランってほとんど陸攻めする人いないんですね。ほぼほぼみんな空なんですよ。せいぜいやるのはクイヒ、ドラゴンライダーとかいうことはやりますけども、あとは、まあ、スーサイドドラゴンライダーとかですね、はあるんですが、いわゆるその、イエティ、ペッカ、スパビズ、この辺を使った攻め方っていうのが今回のリーグ戦ほとんどなかったんで、まあ、そういった意味でも援軍がね、ほとんどなんか出てこないケースなんかもありましたからね。
だいぶ相手の対策に対してこちらはもう空特化になってる点が刺さってるのかなと思います。おそらくこの環境ってまだもう少し続くんじゃないかなと思います。割とね中国勢かなが主に陸編成で頑張ってくれてるので、そこを警戒してのこの援軍、これは一応空ですねの援軍出てきましたけども、こんな感じですね。トーンがかかってるんで、まあまあ問題なくこれで前まで届いて、インビジクロン0時という感じですね。はい、で、まあ、ここまでっていうのはもうかなり私の動画でも何度も話をしているし、いろんな方が紹介してきていると思うので、ここからもう少しですね踏み込んだ話を今日まあしながら見ていきたいというふうに思うんですけども、まずですねこの攻め方を使っていて個人的に感じるのはヒーローをどこに歩かせるかっていうことですよね。で、今回の関氏さんのアタックで、もう個人的に良かったなって思った点は、良かったなっていうのは上から目線かもしれないですけど、いいなと思った点は、ヒーローをね、ここに歩かせていったことなんですね。ここ。しっかりとですね、ここに、ね、ヒーローが入っていったっていう点で、今回関氏さんこれスーパーボールブレーカー持ってってないんで、たまたま役が開けたに過ぎないんですけども、理想的にはおそらくね、この壁をスーパーボールブレーカーで開けてあげて誘導しちゃうと、まあ、確実性があったのかなっていうふうに思います。で、ドラゴンたちをこの面からこう出していったじゃないか、こういうふうに。で、最終的にこっちにこうばらけてしまうわけなんですけども、このばらけたドラゴンがここに、まあ、角っこ三条方面に向かうんじゃなくて、内側にこうね、向かおうというふうに言ってくれるっていう、こっちのルートにこう流していけるっていうのが結構、まあ、よくって、そう、キングを例えばこの辺からこう出したとした場合、ずっとこう外周を歩かせるとあんまり美味しくないんですよね。どっかで外周から中にカットインって違うな中にインさせる、っていうね、動き方をさせると、この部分っていうのをキングが壊してくれるから、まあ仮に壊せなくてもドラゴンたちと一緒になって壊してくれるから、最終盤に余力が出るというところですね。これを意識しながら使っていくと結構いいんじゃないかなというふうに思います。で、今回関氏さんですね、思いっきり突撃艦を村の中心部の真上をこう通していったんですけども、あれ結構ね勇気いるなって思いました。今やっぱり陸環境になってきてるので、トルネードトラップも必ずしもそのタウンホールの裏側っていうのかな、遠く側から突撃艦が飛んでくることを想定した、トルネードの置き方っていうのは必ずしもみんなしてないと思うんですね。特にこの、海外のクランはそうだったと思うんですけども、日本クランと当たるとやっぱりね、戦術が偏るんですよね。その日本の YouTube とか見てる方がやっぱり多いので、そうするとそこで紹介される戦術っていうのを対策しようと思うわけじゃないですか。自然とやっぱり今空ドラゴン環境ということで、そこの対策が増えちゃうので、トルネをこういうとこにこうね置きたがるんですね。こういうとこに、で、さっき関さんこういう感じでね持っていきました。これね、刺さるとめっちゃ強いんですよ。だいたいこのど真ん中のこの辺って、ホービングとか赤爆弾っていうね、対空爆弾がいっぱいあるんで、無敵状態とトーム状態の突撃艦がここの爆弾全部回収してくれるんで、後から来るもドラゴンが生き生きするんですけど、じゃなくってやっぱりトルネがあった場合終わっちゃう。まあそれがね、この花火の怖いとこなんですけども、ミケさんこんな感じでこの面から出していって突撃艦をこう当ててきましたよね。あえて中心部を通さない突撃艦のルート作りをしていくことによって、中心部分にトルネードトラップがある場合っていうのはそれを回避することができるということですね。まあ、今回なさそうでしたけども、あった場合は本当終わっちゃうので終わっちゃわないこともあるけど、まあ、ロイヤルチャンピオンをちょっと残しておいて、まあ、最後ね、タウンホール開始用に出すとかいうこともできるのですが、あんまりどうだろうな、ちょっとリスキーっちゃリスキーですよね。なので、こっちかないしはこっちっていう風に、突撃艦を当てていくと、まあ、トルネここにあったのかな、ここにって感じですよね。今だから逆から行ったら引っかかっちゃったわけなんですけども、じゃないところからこう狙っていくことによって、トルネを回避するっていう。で、まあ、これなら最悪まあ2分の1じゃないですか。2分の1の可能性で、まあ、50% の可能性でトルネに引っかかる、どっちから行くとすると。で、そこから先はどっちにあるのかなっていうのを、この配置を見ながらもう読んでいくしかないですよね。はい、まあ、大体、まあ、こういう対照的に真ん中から見てこう対照的に作ってある配置っていうのは中央にあることが多いんですけども、まあ若干この辺の作りとかから読めるかな。ちょっとまあその読み方に関しては今日はあまり話をしませんが、読めるんであればなるべく読んで
トルネに突入に時間がかからないようにするというところ大事ですね。でこれ最後おでん像がね際どいところでこう残っちゃってるんですけども、アーチャークイーンにユニコーンをつけることによって最後アーチャークイーンがですね体力残した状態で、短期で生き残ること結構多いんですね。でこの短期で生き残ったアーチャークイーンってめちゃくちゃ仕事をするんですよ。残り 10% ぐらいとかいう残り方だったら、だいたいこの花火ドラゴンライダーやる場合っていうのは、ドラゴンが仮に全部落ちてもプラス1分間ぐらい時間が残るんですね。でそこで体力が結構まだ残っていて、ロークも残っていて、後ろにユニコーンがついている状態のアーチャークイーンがいたりすると、それだけで残り 10% とか 15% 全然止まらなくていっちゃうことって結構あるんですよね。なので、今回のミキさんのこのアタックって結構際どそうに見えて、実はユニコーン付きのアーチャークイーンがクローク残して生き残っているというところからして、まあ、割とまだ余力としてはちょこっとあるっていうふうに思っていい、そんな締まり方だったんじゃないかなっていうふうに思います。ギリギリでこれはまぐれだろうっていう感じではないですね。はい、これでユニコーンとアーチャークイーンのクローク入ってて、もう体力ギリギリですだったら結構やべえなって感じなんですけども、やっぱクローク残ってるね、アーチャークイーンがいるのはでかいですよね。はい。まあ、というところで、ですね、まあ、もう一本見たいんですが、ここで一旦、この花火戦術のね、攻め方のまとめというか、はい、こんな風になってますよね。で、タンホールがですね、こう角っこにある方がいいです。この真ん中にあるいわゆる回廊系の配置、ここにタンホールがある場合っていうのはこの花火基本的にはやらない方がいいと思います。単純にタンホールに、バルーンとドラゴンライダーを積んでレイジかけてタンホールをもう短期で落としちゃって、それを避けるようにドラゴンたちをこう回していく、そんなような攻め方をした方がおそらくいい、おそらくいいってか絶対いいですあの全然ね、機能しないんですよ花火って、まあ、その機能しない理由っていうのは多分使ってみてもらえたら分かると思うんですけども、ほんと機能しないんで、こういう、角っこにタンホールがある配置に対してどういう角度から当てていくかっていうことですね。この角度はまあでもあんまないかな、この角度で当てようと思うとドラゴンこう出さなきゃなんないんで、ちょっとそれは難しさがありますよね。こうかないしはこうですね。なんだけども突撃艦をこう当てるかこう当てるかどう当てるかですね。こういうふうにね、これとこれはダメですね。基本的に真ん中に取り根があった場合吸っちゃうんで、こういう当て方はあんましたくないですね。なんでも残った当て方はこうかこう、まあ、そうするためにドラゴンの面をこう取るか、まあ、こう取るかという感じですね。なるべく広く取った方がドラゴンって安定します。あんま狭く出しちゃうと、ね、結構安定しないかなっていう印象が個人的にはありますね。で今回三毛猫さん、このルートを選んでいきましたけども、エアスイーパーの、ね、角度とか見て大体 のトルネの位置を予測するっていうのはありですよね。なんかこれだとこの辺にあんじゃねみたいな感じが、しますけどね。どうかな、いや微妙か、そうでもないか、トルネの位置を見るときエアスイーパーの方向を見るのか、ないしは主力な防衛がどこにあるかですね。これ投石機がこっち側にあるじゃないですか。こっちにはインフェルノがあるんですけども、投石とロイちゃんがここにいるっていう時点でここ結構ですね重要なポイントなんですね。なのでここでトルネに捕まらせたいってことを考えると、ここ序盤に入ろうと思うとトルネで固めておきたいポイントかもしれない。だったらこっちから行こうってことですね。あえて相手のそのトルネを置きそうな場所の裏をかくことをしていくことによって、さっき言った 50% のトルネの引き率効果効果、まあ真ん中にあった場合はもう 0% ですけどね、このどっちかにあるっていう、どっちかにあるよっていう仮定でいった場合に、の2択をなるべく、ない方から攻めるためにこう、選択するためのヒントはやっぱり配置にどこに何が置いてあるのか、相手の主力となるその防衛ゾーンはどこなのかってところをしっかりと見定めていくことが、まあ、ポイントになってくるのかなというふうに思います。でですね、一本ね、リブさんに申し訳ないんだけど、これちょっと使わせてもらおうかなというふうに思ってます。トルネにかかっちゃうっていうのはもちろんダメなんですけども、トルネにかからなくてもこういうね、多分ミスされてる方結構多いと思うんで、ここマジで気をつけておいてほしいんですけども、ドラゴンの戦術をする場合、タンホールが遠くにあって突撃艦をこう当てていかなきゃいけないことって結構あると思うんですね。やっぱりリブさんはインドラドラゴンライダーの突撃艦でタンホール破壊という選択をしているわけなんですけども、ここまではすごくいいんですね。いい感じで面でインドラドラゴンライダーが出ていて、突撃艦がここから入ってきます。
まあ、若干、グランドウォーデンをね、奥に進ませから突撃感を放ってるんですが、これね、わかりますかね、これ。ここでかけるべきなんですよ、ここで。グランドウォーデンのサークルを出る瞬間に、フォームをかけるべきなんですけども、ディブさん、ここでかけちゃったんですね、ここで。そうすると、この部分の距離のフォーム効果範囲時間が無駄になっちゃうんですね。で、これね、手前でかけちゃったらどうなるかっていうと、こうなるんですね、これ。あの、ホーミングとか、相手の、スパカゴとかがこう来た場合、無敵状態でそれを引き連れながら進んじゃうんで、溶けた瞬間落っこちるんですよ。で、タウンホールまでこれ、ドラゴンライダー、これバルーンかな、バルーン9体か。こいつが届かなくて、結局タウンホールが残っちゃうんですね。で、残ったら、マジで悲惨な目に遭います。これはね、まあもう言わずもがなですよね、これ。あの、秒間300か確か、400じゃないね、300だよね、の、ダメージを与えてくる、しかも範囲攻撃、複数攻撃ですよ、4体に同時に。つまり毎秒1200っすよ。この超高火力防衛が延々と後ろから来るドラゴンたちを焼いていっちゃうわけなんですね。もう一刻も早くやっつけたいんだけども、これロイヤルチャンピオンをね、これ、あの、届くもんだと思って多分中央に当てちゃったんですね、これ。なんでもうロイでリカバリーもできなかったから、もう完全にタウンホールがもう仕事しまくっちゃって、こいつにね、すべてのユニットが丸々やられちゃったっていうね、ことになりました。これはね、まあ、ディブさん本人も悔しかったと思うけども、トームをかけるタイミングっていうのは、マジでちょっと意識していかないと非常に危ないですね。もう一回だけ見ていきますね。トームのかけるタイミング。そこだけ、注目してみてもらいたいと思います。ユニット出して、はい、ここですね。で、グランドウォーデンが前進して奥に入ったタイミングで、ここでトームかけてるんですよ、ここで。これは早いですよね。あの、まだ全然、あの、先、今、投石機の、ところまで、エナジーサークルっていうのは、このサークルの範囲が及んでるんで、ここの部分まで待ってからがかけるべきだった。ここじゃなくって、ここですね。ここでかけるべきだった。今のところでかけていくことによって、あと本当、もう数マス、このマス、この本当に6マス分ぐらいですけども、そこに届くか届かないかが変わってきたんですね。それで星、もしかしたら3だったかもしれないです。それが星1になってしまう、ね。結構際どい、あの、ポイントではあるんですけども、かければいいんじゃなくて、本当にタウンホールが遠くにね、こうある配置の裏から突撃感を当てる場合には、タウンホール13のグランドウォーデンのエターナルトーム時間をもってしてもギリギリでちゃんとかけていかないと、やっぱ届かないというところですね。まあ、安いじゃないわ。安いとか、あの、トルネを食らっちゃったらもう当然アウチなんですけども。あのね、アウチなんですけど、そうでなくても届かないので、そこに関してはね、しっかりとケアをしながら、攻めるような癖をつけていってもらうと、なおかつ安定するかなというふうに思います。これですね。惜しかったですね。はい、というところでですね、本日は、ね、ここのですね、チャンピオンリーグに、関西クラクラクラブの、ね、クラン対戦リーグの、ね、結果を見てもらいながら、まあ、そこで我々が多用している戦術に関してお話をさせていただきました。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、大体平均35、6ぐらい、まあ、取れてるのかなっていうところで、うん、まあ、これぐらいの結果っていうのをチャンプ2でも、叩き出せる、主力戦術になるので、まあ、日本クランという場合は結構ね、対策されてるってさっきも言ったけど、あの、危険が伴うんですが、あの、国外のクランとやる場合には、マジで対策されてなくて使えるので、あの、クラン対戦リーグガチで頑張るぞとか、チャンプ1目指すぞっていう方はね、ぜひ来月のリーグで試してみてもらえたらなというふうに思います。めちゃくちゃ便利なのでね、しかも簡単に割と、習得できるんで、おすすめです。試してみてもらったら幸いです。はい。というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、私のチャンネル、こんな形でですね、あの、クラン対戦の解説中心にやっております。タウンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまた今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。